大津島は、長野県長野市東部郊外に広がる地域。最強義、大和大津島の範囲。協義、1、2、大和大津島から、住居表示実施などで分かれた豆島西沖、松岡一2二丁目を加えた範囲。1879年末時点の上見の地群大津、下村駅に相当。協議、2、2、大和風間を加えた範囲。 1951年4月時点の上身の地群大津、下村駅に相当、長野市役所大津島支所管内の範囲、本校で開設地域内の人口は、3の範囲は5046世帯12673人、2の範囲は3466世帯8549人。本校では、かつておおむね同区域に所在した上身の地群大津。 島村についても述べる。地域東端を千曲川、南端を西川が流れ、地区東部で合流する。地域南部から東部にかけて、長野県道372号山歳大津島、中五所線、中央部に長野県道34号長野菅平線が通過する。周囲は以下の地域と接する。千曲川、西川合流点。写真右が。 大豆島地区千曲川と西川の合流点に位置する東地区の地名は、大豆を2章巻けば2国2と2章取れたという言い伝えに由来するといい、その通り肥沃な地で農業が盛んであった。一方、古くから千曲川、西川による侵食を多く受けた地であり、以前は地域の中央部を西川、北部を裾花川が横切っていたと考えられる。 旧大津島村が1879年の軍区町村編成法施行まで、水内郡ではなく、西川対岸の更科郡に属していたのも、河川の流路が移り変わってきた経緯による。現在でも田畑が多く残るが、長野市街地までバス、車で20分程度という立地により、ベッドタウンとしても発展。大津島東団地のほか、区画整理がなされた松岡なども宅地化が進んでいる。 また、近年東外環状戦線沿いには、ロードサイド店舗やレジャー施設が進出するようになった。西川、千曲川沿いには、工場が多く立地するほか、清掃工場、産廃処理場や下水処理場などの処理施設も集中しており、一部住民から反発の声も上がっている。当地域は、長野市内では、数少ない、夏に成人式を行う地域の一つである。また、 祭りに際して歌い踊られる。大津島人句は、かつて全校寺平一帯に伝わっていた人句の、江戸時代の歌詞を、唯一完全な形で歌い継いでいるものである。旧大津島村の歴史長野市大津島の歴史風間は、大津島地域北部の地区。郵便番号は38、381-0023。詳細は、風間を参照松岡は、大津島地域西部の地区。 松岡1.2丁目がある。郵便番号は381-0026。地区の北端を4が豪合水が流れ、北寄りを長野県道372号山歳大津島15所線9道が東西に横切る。周囲は以下の大技、町長と接する。県道372号より南側は区画整理が完了しており、宅地化が進んでいる。 二丁目に花がの環境エネルギーセンターと、その排熱を利用するプールサンマリーン長野があり、多くの子供が集まる。地区内の人口及び世帯数は以下の通り、路線バス、編集地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。以前は、松岡二丁目に川中島バス本社営業所があった、ためバスが日中でも5分から10分おきに運行されて、 いたが、同社の移転後は30分間隔程度まで減便された。また、2016年に超電バス14、他温泉線と、アルピコ交通46大津島線が統合される。前は、超電バスが、松岡1丁目の北部を東西に横切っていた。松岡1丁目、編集松岡2丁目、編集三マリーン長野大津島は、長野市の東郊街にある地区。 郵便番号は381-0022。地区の東端を地区間南端を西川が流れ、地区南東で合流している。東部を長野県道372号三歳大津島、中五初線、五輪大橋有料道路が南北に通り、南西部を長野県道34号長野菅平線が東西に通る。周囲は以下の大技、町長と接する。 家樹園が広がる地域だが、東外環状線沿いには商業施設が軒を連ねる。また、主に川沿いに工場が多い。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。なお、この値は、松岡の住居表示未至高区域分を含まない一方、豆島西沖の分を含む、むね大津島東団地周辺が、東区。東区北川の大津島交番周辺。 長野県道372号3歳大津島中五所線沿いの地区が各。豆島西沖を含む長野県道34号長野菅平線より北東側が中区、南西側が上区。路線バス、編集地区内を走るアルピコ交通、超電バスの以下の路線系統が利用できる。豆島西沖は大津島地域北西部の地区。郵便番号の設定はない。 地区の南西端を長野県道34号長野菅平線が通過する。周囲は以下の大技、町長と接する。地区のほぼ全域が住宅地、公園で占められる小さな地区である。地区内の人口及び世帯数については、当地区分のみを計上した統計がなく、大技大津島に含まれる。長野県道十四号長野菅平線上にアルピコ交通、 超電バスの若葉公園前停留所があり、以下の路線系統が利用できる。ありがとうございます。